形容詞副詞十分子の形をした形容詞の練習会です。まずはねおさらいです。こちら感情の動詞の現在分詞過去分詞を使います。Excite や interest や bore や satisfy や disappoint 目的に人とって人を興奮させる関心持たせる飽きさせる満足させるがっかりさせるでしょ。でそれを主語が人の場合に使う時には excite る人 is excite る人 is interest る人 is bore もちろん就職語でくっつく場合も「excited」が人に「interested」が人にっていう感じになるわけそして主語が人以外の場合「e x c i t l e n t interesting boring」こんなふうに使います就職語で使う場合も現在分子「ing」はね人以外にくっつけるということですこれは分子の授業でもやったことの復習でもあるんですそれを形容詞としてもう一回学び直していますはいポイント確認できましたそれでは早速スタートです はい練習です問題はこちら次の英文を日本語に訳しなさい二つ用意しました His new novel is boring ひゃなんかひどいこと言っちゃってますね一発目がねうんすごかったんだけど新しい小説の方はダメだったんですかねはいということで彼の新しい小説はつまらない はいこのようになります。飽きさせるようなものだ。でもいいですけれどもね。はい。感情の動詞を分子で使う場合、主語が人以外の時は、主語がね。主語が人以外の時は、現在分子を使います。面白いだったらもちろんね、His new novel is exciting, interesting. こういったことを使うわけです。はい。じゃあ2番。I'm satisfied with what you have said. はいここはね意味の塊ね What you h 君の言ったことね意味の塊で捉えるっていうのがねこの授業全体のお話ですからねはいで今回は主語が人ですですから過去分詞を使っています Be satisfied with でほにゃららに満足するこんな風にね with も含めて覚えておくとなお良しです はいじゃあ役を書くと「私は君の言ったことに満足している」はいこうなります。はいね念のために「be satisfied with」はいこれでほにゃららに。 満足しているはいこれもね書いておきましたはいというわけで主語が人の時には感情の動詞の過去分詞を形容詞として使うということでした入試レベルにチャレンジ問題はこちら文。次の日本文に合うように括弧内の英語を並び替えなさい ただし、余計な一語が含まれています。はい、余計な一語が含まれています。その試合に負けて、私は自分自身に失望した。そうすると、disappointing と disappointing。このどっちを使うのかって話。私は失望。主語が人。過去分詞を使うので、使わないのは disappointing です。はい、じゃあ、長いんで先に答え書いちゃってるからね。I always disappointed with myself ね自分自身に失望したということでまずね、えー、こういう形になり立ちますでその後に「After losing the match」ということです。I was disappointed with myself ということ。はいすると主語イコール人なので過去分詞 を使ううとということで主語が私で失望する相手も私なのでここ、Me、じゃなくということで,す、はい、ですからね「Be Disappointed with」という形この「with」も含めて覚えておくと良いわけです。はいということで今回は「disappointing」を使わない「disappointing」は人以外に使うんだよっていうことも確認しておいてください。ポイントバッチリですね。 はいというわけで今回は感情の動詞をね、えー、分詞で使った場合形容詞になるよ分詞の形をした形容詞ということで学びましたいいですか主語が人の時には過去分詞を使うもちろん主語だけじゃなくて就職語としてね使う場合もね人を修飾する時には過去分詞そして主語が人以外のものの時 ね、その場合には現在分子ということでした、ね、就職されるものが人以外の場合もそうですはいですからね今回の方は形容詞のアプローチでしたけれども分子の方でもねもう一度見直しておいてくださいはいということでお疲れ様